喉を開くことがまず大事なので、イメージは2メートル先にあるろうそくをふっと一瞬で消すイメージです。今日練習していきたいのは Take a bath.Hello everyone, it's Akane. みなさんこんにちは、か k a n e です。本日は発音練習トレーニング法を紹介していきます。今後全10回で発音トレーニング法というのをシェアしていきたいんですが、本日は記念すべき第1回目。 呼吸法についてお話ししていきます。英語の発音練習されている方多いと思うんですが、皆さん口の形を結構意識されていますが、まず基礎となる大事な部分は呼吸法です。呼吸法ができていなければ、なかなか改善が見られなかったり、練習しても練習しても全然変わんないなんていうこともあるので、まずこの呼吸法を知って、 でその後、口の形を練習していく。そんな流れで進めていきたいなというふうに思います。発音というのは大事な部分が2つあって、もちろん口の形っていうのは大事なんですが、その前にお腹もしくは胸から吐き出す息の量というのも大事です。この息の量によって、どうやって発音できるか、どうやって聞こえてくるかっていうのが大きく変わるので、これはしっかり押さえておいてほしいなというふうに思います。自分で英語の発音ができる 例えば、リスニングでもっと多くの音を聞けるようになったり、もちろんスピーキングももっと早くナチュラルに喋れるようになったり、そして意外と関係ないというふうに思うと思うんですが、リーディング。リーディングも結局読みながら自分の頭の中で発音しているのと一緒なんですね。なので、より早く発音できるようになると、より早くスピードも上がってリーディングができるようになります。一回発音を良くすれば、その後はもう良くなっていくばっかり で忘れるっていうことはなかなかないです。まず1回短期的に集中して発音を練習してみる。でその後はもう流暢に喋れるようになればもっと英語を話すのが楽しくなるし、もっといろんな人と話したいっていう風に思うと思います。はいというわけでこれから発音のトレーニング法というのをシェアしていきたいなという風うに思います。個別のレッスンを希望されている方は概要欄にリンクを貼ったのでそちらからお問い合わせいただければなという風うに思います。 説明がちょっと長くなってしまいましたが、本日のポイント、呼吸法というのを解説していきます。はい。まず、呼吸法というのは2つ方式があって、強式呼吸ですね。息を吸ってと、肩が上がって胸が開くような呼吸法。 結構ラジオ体操とかでこういう胸を開いて呼吸というのがありますが、これは肺を開く胸式呼吸の方法ですで。もう一つあるのが腹式呼吸という、息を吸った時にお腹が膨らむ。その時に肩は動かずにお腹だけが膨らむ。そして息を吐くと同時に、 お腹を締めていくというようなイメージです。よく歌手の方がボイストレーニングをやる際に腹式呼吸で練習をしています。なので歌が上手い人は英語が上手いとかいう風うに聞くことが多いんですがそれは腹式呼吸で呼吸ができているからなんです。日本語の場合はふと 一瞬に大量の息を吹き出すっていう発音はなかなかないので、強式呼吸されている方が多いのかなというふうに思います。もちろんこれはね、呼吸法によって変わってくると思うので、複式呼吸を意識されている方は、複式呼吸で発音されている方もいるかなと思います。日本語の発音はどっちの呼吸法がいいっていうのはそんなにないですね。強式呼吸なぜダメかっていうと、この と、胸を広げた瞬間に喉がキュッて絞まってしまうんですね。なので、歌手の方とかボイストレーニングは、まあ、喉を開くことがまず大事なので、強式呼吸ではなく腹式呼吸で練習をしています。そして、本当に英語で腹式呼吸が大事なのかって思うと思います。例えば、破裂音、ブとか、プとか、チックという発音、これは 一気に空気を外に押し出します。ブッという破裂音の音も、例えば、標式のまま、ブ、ブ、どちらかというと、カタカナ発音になってしまう。なので、この口を閉じたまま、ブ、ブ、ブと、お腹をブ、ブと引っ込ませます。はい。そして、これを毎日やっていただきたいんですが、イメージは2メートル先にあるろうそくを、 と一瞬で消すイメージです。その際に強式呼吸だと呼吸量のコントロールができないんですね。ふっと吐き出す時にお腹をふっと引っ込ませます。はい、この練習を毎日20回続けていきます。周りに誰もいない、家族しかいない、今の環境で練習できる方は一緒にやっていきましょう。2メートル先のロウソクを吹き消すようなイメージです。では行きます。3、2、1。 はい、お疲れ様でした実際にこれを20回やるとすごく腹筋が痛くなりますでお腹動いてるか分かんないっていう方は手をねこうやってお腹に当ててみて実際にふって息を吹き出す時にお腹がふっとへこむかやってチェックしてみてくださいこの呼吸法ができた後に実際に口の形っていうのを練習していきます今日練習していきたいのは「Take a bath」です これはお風呂に入るという意味で I'm gonna take a bath というとこれからお風呂に入りますという意味になります。ここで注意したいポイントは bath の b です。この b の破裂音は口を閉じて息を吐き出すと同時にば、ばと発音していきます。強式呼吸だとば、ば、ばとなってしまいます。なので複式でぶ、ぶ、ぶ という風に発音していきます。そして、th の発音。これ、できない人多いと思います。ただ、口の形はめちゃくちゃ簡単で、歯と歯の間に舌を挟めばいいんです。こな形ですね。で、この歯と舌の間から空気を外に押し出すようにして発音します。これも、この口の形を整えてから、腹式呼吸で、 と発音していきます発音練習は大げさにやって OK です。ちょっと恥ずかしいんですが、まず大げさに練習する。そしてスピーキングになるとどうしても発音というのはどんどん落ちていってしまうので、発音練習の時は大げさに練習しておきましょう。ば、ば、ば、と、 この二つができれば、バスというのは簡単に発音できるようになります。今日の呼吸法のポイントは、英語は複式呼吸で発音するということです。 この呼吸法は一回やればすぐに覚えられることなのでぜひぜひぜひ試してみてください。Thank you very much for watching my video. 動画見ていただきありがとうございました。動画良ければいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。個別レッスン希望の方は概要欄のリンクからぜひぜひお問い合わせください。それではまた次回お会いしましょう。See you soon!